い。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回は、アーツオバイアン4、第一次世界大戦モッド日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。欧州大戦が、終結したんですが、ドイツとの講和に乗り遅れてしまった日本なので、ドイツとの戦争は継続中というところです。でドイツ陣営の、特に陸軍戦力がとても分厚くてですね、現状の日本軍では少し勝機が見出せないでいるという状況の中、まずは、ドイツ陣営で、国力を削いでいこうということで、ドイツはじめ、中央同盟国側の植民地の解放作戦というのを進めています。で今回もその続きになりますが、すでに、ガチンコで強襲上陸をかけてもやっぱりその陸軍に跳ね返されてしまうというのがありましたので、クーデターをうまく活用しながら植民地を解放してきているという状況です。なので、今回もその作戦を使っていきたいんですが、実はですね、残念なことに、一つの国に対してクーデターを起こさせていると、もう一つの国でクーデターを起こさせるというのが、できないというゲーム上の仕様がありましたので、少し変えていきます。今回は、ドイツ陣営に属している、ここ、オスマン帝国の領地。ここをね、取っていきたいと思います。具体的にはこのアブダビです。で、オスマンだとここもあるんですね。アデンとかイエメンとかあるんですけども、ここにした場合ですね、とても残念なことに、陣営マップにすると、周りを囲まれてしまっていると。中央同盟国側に。なので、ここに強襲上陸をかけても、陸伝いにですね、ドイツ軍が押し寄せてくるというのがあるので、であれば一旦ここね、アブダビを取ってしまって、ここを中継拠点にできればいいかなというふうに思っています。幸い、ここにね、海軍基地があるので、ここをうまく活用できるんじゃないかなというふうに思っています。では早速、クーデター工作を行っていきましょう。アブダビです。ここが取れれば、あるいは状況もまた変わってくると。であとはですね、強襲上陸うまくいっていない部分はあるんですけども、太平洋に展開しているドイツ軍、これは駆逐しておきたいので、例えばこの硫黄島とかね、この辺りはドイツ軍から、あるいはオーストラリア、ハンガリー帝国から奪取、していきたいなというふうに思っています。では、早速軍を使っていきましょう。強襲上陸をするのは、ここ。沖縄から、まず硫黄島を、狙いに行きましょう。で、海軍の展開はすでに済ませてあります。では、時間を進めていきましょう。なんとしてもね、ドイツ軍を方々の末にやり込めてやりたいので、なんとかしましょう。であとですね、ちょっと一旦時間を止めて空軍の展開をしておきましょう。そろそろ敵もね、しっかり、爆撃を行ってきたりするような、戦力を整えつつあるというのが、分かってきましたので、そうなる前に、味方の方もね、制空権をしっかり取りに行きましょう。で当然ながら、大陸の方にも展開をしておきます。ここは飛行機を長らくちまちまと作ってきた甲斐があったなというものですね。では時間を進めていきます。内戦、クーデターがうまくいったようなので、状況を確認しておきます。ここですね。
ここに対しては、まずは、我々としては軍事通行権の要求をしていきます。まあ、絶対飲んでくれるので、飲みますと。そしたらすかさず、軍を派遣していきましょう。ここをね、しっかり守ってあげなきゃいけないので。で、硫黄島への強襲上陸の状況を確認しておきましょうか。どこにいる？お、硫黄島、強襲上陸、うまくいってるでいいのかな？なんかいつの間にか、強襲上陸終わってるね。いや、これは、めちゃくちゃありがたい。普通に強襲上陸終わってるわ。そしたら、続いて、ドイツの、さらなる、まあ、領地というか、場所を取っていきましょう。どこから取っていくのがいいかな？カロリン諸島。カロリン諸島行く？カロリン諸島。このあたり全部奪っていけば、おのずとこのあたりの政界権、手に入るんじゃないかな。ね。そうすると、パラオ、取りに行きますか。一旦、硫黄島に入っている軍は、このまま残ってもらいましょう。で、檻を見て、場合によってはね、移していくということを考えます。じゃあ、次に動かす部隊ですね。強襲上陸してもらう部隊なんですけども、数が多ければいいというものでは実はなくてですね、小さい島だと。3、4個分ぐらいの、まあ、割と少数の部隊をしっかり派遣していくっていう方が、まあ、割と効率よく、ことが運ぶんじゃないかなと思うので、部隊を少し分けていきましょう。山岳兵は山岳兵で残しておきたいので、じゃあ今ここにいる部隊の一部をですね、割いていきます。これは強襲上陸部隊としてね、今後、活躍を大いにしてもらいたいというそういう部隊ですね。まあ基本的にこの上段にいる人たちをじゃあ強襲上陸の部隊としてちょっと当て込んでおきましょうか。では強襲上陸かけていきましょう。標的はパプアかな。続いて、ヤップ。まあ、このあたり本当に全部取っていきましょうね。ああ、そうか。サイパンもドイツから取っていく必要あるよね。いや、これは楽しみだな。こうやって徐々に、ドイツ軍の息の根を止めていきましょう。で、海軍の造船所が余っているので、これを使っていきましょうか。お、総流が、そう言っている間に、作れるようになった。であれば、総流を先に作りましょう。総流ね。で、あとは、巡洋戦艦。あるいは、普通の戦艦ですね。ノーマル型の戦艦。これらもちょっと見ていきたいので、一旦研究枠、中身、開いていきます。枠で言うと、混合型の戦艦までは作れるようになってるね。じゃあ、巡洋戦艦、いや、違うな。ここは爆撃機を先に作ろう。で、肝心の、新しい戦艦ですね。混合型の戦艦、これもう一個作っておきたいな。混合型マーク1、これを作っていきます。
型のマーク1。これで OK ですね。さあ、教習上陸だ。サイパンにいるこの、硫黄島にいるこの3部隊、6部隊ですね。これらもちょっと分けちゃって、硫黄島は3部隊で守ってもらうとして、残りの3部隊で強襲上陸かけに行きましょう。ちょっと強襲上陸同時にはできないので、この後ですね。で、硫黄島にも、うわ、硫黄島の飛行場結構しっかりしたものになってるね。この硫黄島の飛行場をしっかり活用しよう。で、到着したでいいの？到着したね。まあ、きついのはきついよね。アブダビにこの戦力置いておくっていうのは。まあ、とはいえ、まあ、ここでなんとか、まあ、我慢してもらう？耐えてもらう？しかないので、ここにいる戦力。で、一旦このアブダビを守備してもらいましょう。このアブダビから強襲上陸できるようになるのかな。ちょっと確認しますか。いける。アブダビから強襲上陸できるね。よし、これだったら、日本からアフリカ大陸までっていうより全然短い距離で、ドイツ軍のアフリカ大陸の植民地に攻撃が仕掛けられるんで、だいぶ、まあ、夢が広がるというか戦略の幅が広がりますね。さあ、強襲上陸はどうなる？苦しいか。苦しいね。ここは苦しいね。ちょっと数が足りなかったかな。2部隊でサイパンを落とすのは無理でしたということだと思うので、ガッチャンコしよう。ガッチャンコして4部隊ならどうだ。4部隊でサイパンじゃないね。ここパラオ、パラオの攻略。で、あとはですね、他に内戦を起こさせることができる国がないか確認しておきましょう。ワロンは絶対ないよね。ワロンって、もうドイツの隣、すんごく小さいとこです。ここ、ワロン。ワロンは絶対ないので、他。リトアニア、バルトもないね。オスマンは今やっちゃったでしょ。エジプトもどっか持ってるとは思えないよね。そうなると、この先、内戦を起こさせて、そこをうまく拠点にするっていう戦い方が、手詰まりになる可能性がありますね。エジプトで内戦を起こさせても危険だからな。着々と進めています。まず、サイパン取りましたね、サイパン。
さらにグアムも取りました。グアム。で、やっぱりね、この北パラオが取れていないので、今後は北パラオに軍を進めていきます。で、北パラオにはこの、今ね、現有戦力で5師団入っている、この山岳兵部隊をパラオに出していきましょう。強襲上陸ですね。ここで北パラオが取れれば、まあ、太平洋のね、まあ、西側の大半を有利に獲得することができるかなというところですね。さあ、パラオに上陸しましたね。上陸したら、このまま制圧しちゃいましょう。よし、パラオの制圧も完了。パラオの制圧が完了したので、そのうち、2部隊だけ残してですね、残りは撤収します。で、続いて、ヤップ。ここに強襲上陸をかけていきましょう。着々と太平洋のね、拠点を日本のものとしていきます。そしたらですね、今トラックまで占領が完了しました。この先はですね、まだまだ、いくつかの場所、ドイツ軍支配しているところがあるので、もうこの太平洋からね、ドイツ軍を駆逐していくという、まあ、作業を進めていきます。で、一番最初ね、プレイの中で、行ったこのアブダビ、ここを拠点として、いよいよアフリカ大陸のドイツからの解放、これもね、視野に入れていきたいというふうに思いますので、ぜひぜひ続きも応援のほどよろしくお願いいたします。というわけでね、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。